します。あ、はい。どうも。どうも。連絡したもんです。あ、ありがとうございます。知ってます。あ、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。うわ、久しぶり。久しぶりです。ちょっといいですか、すみません。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。いや、そんな感動的な感じで。落ち着くわ。いや、落ち着きますね、でも。はい、ね。ありがとうございます。ありがとうございます。試合があって、今月末に。ああ、はい、言ってましたね。柔道の試合に出るんですよ、3年ぶりに。3年ぶりに、はい、月末なんで、はい、かなり今、はい、ピリピリしてる状態というか。あ、そうなんです。減量もちょっとしてて。確かに、はい、体格がちょっとだけ、はい、もう5キロぐらい落としてるんですけど、はい、ここからあと7キロ落とすんですけど。はい、大変ですね。めっちゃでかい大会です。実業団っていう社会人の全日本の大会なんですよ。やっぱりブランクもあるし、あ、このままだったらやっぱり勝てないなと思ってちょっと強行させていただいたんですけど、はい、勝てないなと思って来た、はい、そうです、はい、本当に実業団としてレベルが高いんですよ。あ、いや、本当にそういう、なんですか、オリンピック目指す選手とかも何人も出てくるんで、あ、そういう選手に勝とうと思って、はい、今日来させていただきました。え、ここですか。はい、それでちょっとだけ本当にすいません、なんかこんなことに本当に、いやいや、その勝とうと思ってっていうのがここで合ってんのかっていうのはありますね。で今日も、はい、午前中筑波大学で練習させてもらって、はい、でまあ、基本的に今1日2ブレンやってるんですよ。はい、2ブレンって2ブレンって、1日2回練習するっていうのやってるんですよ。大体午前中大学で練習して、午後はトレーニングっていう形なんですけど、はい、今日はまあ大学で練習して、うん、で、ここでっていう。いや、ここはそんなにいらない。教えていただければなっていうか、そのやっぱ研究、いやいや、まあ、その岡田さん、やっぱりこの経験値が違うと思うんですよ。いえ、ないです。え、その、いや、なんていうんですか、やっぱりいろいろ経験されてるじゃないですか。で、柔道の試合って、もちろん強いやつが勝つんですけど、はい、もうただ技が上手いとか、はい、体力があるっていうだけでは絶対柔道って勝てないんですよ、試合で。ああ、なるほど。やっぱり経験値っていうのがものを言うんで、はい、それ今日ちょっと経験値にものを言わせる方です、ね。いえいえ、違います、知らないです。そう、愛って知らないです。どういう人が出てるとかも研究っていうんです。お願いします。すいません、本当に。いえ、そう、2ブレンも分かってなかったんでそんな人が何も教えられないとか。ニブレンっていうのを最初僕カタカナで聞こえてたんで、そのニブってことですもんね。はい、そうです。2回練習っていうことで。部活の部ですよね。そうです、そうです。数字の2に、はい、練習の練で。そうです。僕カタカナのニブレンっていう、なんかそういうニブレンみたいな練習がニブレンっていう練習があるんかなと思うぐらい無知なんですよ。知らないんですよ、あんまり。というか全然、その何人かは知ってますけど、そのオリンピックの篠原さん、はい、野村さんと、野村さんだ、地元、地元一緒なんですね。地元一緒、はい、野村さんと地元一緒っていう、はい、いや、それでは教えられないです。そんな3600人ぐらいいるんで、その町、あれ、町出身どこでしたっけ。広陵町。あ、広陵町。町を、野村さんが生まれたとこっすよね。そうです、広陵町の人いっぱいいるんだよ。野村忠宏さんが3連覇した時にパレードも行かれてますもんね。行ってます、行ってます。エコールマミに来られて、地元の。なんで繋がらんでしょ、それ。いや、それ知って、パレード行った人全員その研究できるかっていうとできないと思うんですけど、ちょっとだけでも力、お力添えいただければなと思って、はい、よろしくお願いします。いえいえ、その頭上げてください。そのちょっと力添えしたいんですけど、ものすごく柔道着もちょっと100歩譲って道着だけ着てもらってどういうこと。ちょっと本当に譲ってください。だって譲って言うと動きだけする。なんかごめんなさい。何がですか。ちょっとすいません、失礼します。いや、その教えられるもんかね。お願いします。左の喧嘩やつがちょっとうまくいかんくて、背中叩いてくるんですよね。俺なんか普通に誰がこうなった時に、はいはい、背中をこう叩いてくるじゃないですか、大体。いや、知らないですよ、そのあるある。大体柔道のあるある知らない。こう
なんで普通だったらここ持ってくるんですよね、はいはいはい、こう持って、はい、これだったらオーソドックスなんで、はい、やりやすいんですけど、はい、大体最近のやつってこう来るじゃないですか、うん、いや知らないですって来るじゃないですかって言われてじゃあ最近のやつ知らないです、あと昔のやつも知らないです大体この変則的な、はい、あの海外の選手がやるあのアテネオリンピックの決勝で野村さんがやったあの、はい、グルジアのケルギアニっているじゃないですか、あグルジア、うん、そいつもこういう感じで来るんですけど、はいはいはい、最近こっちで、はい、こっちで こう背中叩かれる背中でこれこうこれが嫌なんですよね、いや知らない知らんし、そのあと一回そのグルジアの選手あいますねって言ったんですけど知らない一回言ってみたんですか野村さん以外わかんないですこう来られて、はい、で僕こっちに振られたりするんですよ、はいはい、ど岡田さんやったらどうしますこう振られた時に振られた時、はい、こっちに、はいまあ、ここ岡田さんがここ組もうとして、はい、これを切られて、はい、こうやられてこうなった時にどうしますこうなった時は、はい、こっちに体重いくんで、はい、もう頭をこう前にああ、なるほど、なるほど。あ、そういうことが逆に、逃げずに。あ、そうです。なるほど。あ、そういうことか。こう来たら、はい、もう頭。こう行って、はい。あ、そうか、あ、そうか。このまま。こう。で、これ、こう、こう、こう、はい。ない。あ、そうです。あ、これ、あ、これじゃないわ。これじゃない。ほら。ごめんなさい。そう、やられてるんだ。どっちが本で今川端さんやってんすかどっちが俺ですか俺が川端さんってことですか今そうです負けたってことですか今でいやどういうちょっとごめんなさいこう来たらこう来たらこう来てこうでこうなんだあっこわっあそういうことかあこれでいけんのかこれでいけるいやいやあこう持ってどういくんですか、はい、でこうでああはいはいはいもう組み際ってことですよね組み際はこう初めってなって、はいはいはい、初めってなってこうやってこうちょっと待ってあれどっちが違うどっちが違うあどっち僕が川端さんですかえどっちにするどっちにするって鈴木最初決めてるんですよどっちにするあ負けてるあ、ま、どうしようかなあじゃあ今の俺が俺で今のはいはいで、もう一回お願いしますそのこっち始まってで、岡田さんお願いしますお願いしますしばいってなってで、岡田さん、すぐあ、すごい、あ、すごい、ちょっと負けてるえ、今どっちですか今だから、今川端さんと川端さんえあ、でも、そっちでもいいあ、僕が俺が、あ今川端さん今、僕でいいですかはい、川端さんで僕はそれ岡田さんって相手っていう相手ですあそれやっていけるわあそういやどっちでしょえどうしよう川端さん川端さん俺がじゃあ今次のターン俺で川端さんはい試合で相手が僕が相手がこう来るじゃないですか、はい、僕に、はいはいはい、でどうするんですか頭をこう突っ込んでこう引っ張り倒せみたいなあれあっちょあれ負けてる今負けてる今岡田さんが俺だしでしたよいやいや両方川端さんなの川端さん川端さんどっちやいやいやそう川端こうやられんのか待って一回冷静になりましょう、はい、俺がこうやられんのが嫌なんですよはいはいはい今俺がやられんのが嫌だから違う人相手そう相手じゃないですかで今川端さんですで、はい、前にこう頭入れて引き倒すはいはい引き倒そうとしてはいはいでいやあ負けてるえ今僕川端さんえあじゃああかんわあかんですああかんごめんえあそうか俺が今あいやそうえ川端あ分かったじゃあ俺やります次はいえ俺が相手だからこう持って背中叩いてでこうなって負けてるやんいや何もできてないから負けるから このままやったら負けますよもうすぐ負けてるどっちかえ
あ、でもそっちでいいわ。なん、どういうことですか。あ、今の俺でいい。いや、そうじゃ無理っすよ、試合試合になったら。え、ど、俺が川端さん、今のが僕の番です。はいはいはい、で、買ったんで、買ったんで、はい、よかったです、よかったです。いや、別に何の研究にもなってない。何の研究にもなってない。でも一回本当、なんで今の、今までの全部忘れて、うん、もうノープランで一回じゃあ試合っぽくやりましょう。最後ラスト、はい、はいはい、お願いします、お願いします。よっしゃ、やっすぎるから、ちょっと、え、いい、俺でそれ。いや、ちょっと都合よく無理っす。ちょ、そんな、ちょっと都合よく無理っす、試合で。俺で、いや、逃げ、え、待って、え、どう設定が分からん。いや、だから今の、今のだから川端さん、俺が自分の、自分です、自分で自分の役やったってことですか。そうです、そうです、そうです。でも、僕は、え、そうですよね。で、だ、誰だ、え、僕、岡田ある岡田です。あ、あ、そっか、元気になりました。うん、いけたっすか。いけました、僕勝ってます。か、いけ、なんか分かった、分かった。分かったんですか。分かりました、なんかごめんなさい、なんか、じゃ次、ちょっと、はい、ごめんなさい、ぐちゃぐちゃになっちゃったんで、はい、もう、次来るときは、はい、ちゃんと考えていきます。はい、はい、川端さんですよね。そうです、はい、はい、今はだから、だから今の役は俺が、あ、岡田さんが俺だったっていうので、はい、今もうわけわからんわ。どっちがどっちか。なんで入れ替わんねん、負けた瞬間。わけわからん。早よ練習せえやん。こんなんやから負けんぞ、こんなんしてるから。これのせいなら、負けた時これ思い出さんといてください。あの時間無駄や。